で、なんでみたいな、何がっつったら、お前は自分のことしか考えてねえんだよって言われて、うん、で私帰ろうとしたんですよ。うん、西山から着信来て、どこにいんのみたいな感じ言われて、うんうん、で、どこどこにいるけどつって、じゃあそこで待ってって言われたから、いやもう帰るけどみたいな。うん、で、私もさすがに浜松から東京行ってそんなこと言われて、その理由もわからずに突然なんか表現されたらびっくりするじゃないですか。まあ、あ、帰ろうと思って、うん、そしたら、西山が来て、もう仲良くしようみたいな感じになって、どっか飲み行こうっつったから、なんかちょっと池袋の、なんか、駅の中広場みたいなところにちょっと座るとこがあったんですよ。で、そこに座ってて、ムカついたんで西山の顔面殴ったっていう。なるほどね。じゃあどうだったの？いや、笑った。笑ってた。なるほどね、うん。そういうエピソードがあったんですね。ありがとうございます。はい。その性奴隷にするって言ってた話から、まあ、直接会って、うん、た時に、性奴隷とかそういったなんかだっていうことを伝えたら、うん、なんかじゃあ付き合おうかみたいな感じになって。え、性奴隷が何なんだって？性奴隷の契約もなしになってたんです、私が。うん。で、そういう、なんかそのセフレとか性奴隷とかもくだらんからいいって言って、うんうん、だからどうしたいのみたいな感じになったから、ちゃんとした形が欲しいって言ったら、じゃあ付き合おうかみたいな感じだったんです。ああ、なるほどね、うん、でもうその日にやっちゃった。そうですね。で今最近ね、なんか8センチと11センチってあるんですけど、どっちなんですか本当は。いや11センチちょっと私が冗談で言っただけで、まあ、14センチぐらいありますよ。おお、なるほどなるほど、そういうことなんですね、ありがとうございます、はい、いやなんかその東京に行くって言ったときに、うん、子供連れてっていいって言ったんですよ。うんうん、そしたら、うん、子供が来てどうやってセックスするんだみたいな、それで性奴隷になるってお前おかしいだろみたいなことを言われて、それ西山のアーカイブに残ってるんですよ。うんうん、でも言ったら、俺は言ってないって言われて、うん、子供だっていつでも連れてこいって俺は言うぞみたいな。うん、もうやりたいだからじゃね、3分で行っちゃうくせに。そんなにやりたいのに3分だよ。ねえ、浜松から出てきて3分だよ。たまったもんじゃないですね。うん、いいな、すごいな。3分って面白いね。はい、